今日は両チームの選手ともにお揃いの黒の T シャツに身を包んでの登場です。アルリーナス、ルーキー田中がつく、折り返した後藤、ファン速攻のシュート、決まりました。先制点アウェイの清水エスパルス。ワンタッチも来ましたし、後藤選手は時間作りながらいいタイミングで上がってきた、狙い澄ましましたよね、これは菅根選手どうしようもないというか、ここは取れないでしょうね、金子は左利きなんですが、右足でも非常に正確なボールを蹴れます。福森からシュートでしょうか。ハンドを主張していますけれども、ここは主審はハンド。落ち着いてくれました、ね、タイミングを外して右足上げて梅田が出る、いやよく触ってる、ルーカス、ジェイ、アンデルソン、ロペス、逆転。菊森からジェイの前、こぼれた、金ミッター、移籍リーグ初得点。菊森へ、中にルーカス入る、そのルーカスへ面白い動き、バウドが絞ってきた、上げたぞ、ジェイの左足、決めた。壁越えて外からこうぐーっと巻いていくようなイメージもあるかもしれないですね、はい、狙った、逆でしたね、決まった。時計を見た、試合終了、圧倒的な攻撃力を見せました札幌、5対1。